総大将袁紹、参謀曹操の東卓討伐連合軍数十万は敵の前線、止水艦と古老艦砦を破った。玄徳、関羽、張飛の武勇は討伐軍の息を高めたが、曹操は討伐軍の間にすでに亀裂が生じていることを悟っていた。 この間の砦を放棄した東卓軍は根拠地の落葉宮へ引き上げていた。だが討伐軍の進撃は時間の問題であった。こっちの豪傑どもはやられ、兵どもの士気は落ちるばかりだ。呂布、曹操の首を取ると言った公言はどこへ行った？戦いは始まったばかり。この汚名は必ず晴らしてみせます。今度こそその言葉を忘れるな。 はあ、李寿、この先の作戦をどうする？はあ、反乱軍に悟られぬうちに洛陽から長安に遷都されては。何、都を長安へ移せというのか。長安は天堅の地、守るに堅い絶好の城となりましょう。しかも艦帝国最初の都は長安でございます。12代続いた縁起を担ぎ帝を説得されることです。だが長安は黄金の乱以来やれていようが。ここの農民や住民どもを引き連れて行き、町を作らせましょう。うん、よし、直ちに手を打て。はあ、申し上げます。遷都はおやめください。洛陽は歴史の都、住民たちが汗水流して働いて作った町でございます。その洛陽を捨てるなど。黙れ、わしの考えに逆らう者は許さん。 こいつの官職を剥ぎ取って叩き出せ。もう上司はお待ちよ。反乱軍が攻めてくるというのに何が住民だ。上将、長安の町づくりには莫大な金がかかります。軍資金を調達しなくてはなりませんが。そうだな、朝廷の金銀もそこをついておる。よし、金持ちの財産を没収しろ。はい、早速兵を向けます。待て、李寿、 根こそぎ没収しろ。残しても反乱軍に取られるだけだ。はあ、早く広場へ集合するんだ。残った者は皆殺しだ。急げ。早く急ぐんじゃ。あっ、人体人、上昇の命令に逆らって逃げる気か。 いい、そんな。ではこれは何だ。お願いでございます。これは30年働いて築いた財産、どうぞお見逃しを。あなた、命令に逆らうからだ。洛陽の都はたちまち地獄と化した。 長安への戦闘を拒絶した住民たちは立ちどころに切り殺された。帝と朝廷の重臣たちと共に数十万の住民が東卓軍兵士に監視されながら長安への道を歩かされたのである。洛陽炎上を目撃した曹操は東卓の逃亡を察した。 曹操の進言を受けた総大将袁紹は直ちに討伐軍全軍を洛陽に突入させた。残った敵兵がまだいるやもしれぬ。徹底的に探すのだ。これじゃ地獄だ。 生きているものはおらんようだな。お、怪しいやつ出てこい。お、子供だ。敵じゃない、怖くないよ。ダメだこりゃ。お嬢、心配はいらないよ。我々は助けに来たんだ。お食べ。 兄者、この子の親は
おそらく。 東卓軍は昨日のうちに長安に向かっています。住民たちを人質にするとは容易周到だな。総大将、進言します。この機を逃さずすぐ追い打ちをかけるべきです。何？帝や住民たちが一緒では足も速くないはず。急げば東卓軍に追いつきます。いや、すでに洛陽を占領したのだ。兵士たちも疲れているので休息命令を出した。 占領？今は単なる焼け野原に過ぎん。帝を脅し、住民を苦しめ、挙句に洛陽を焼いた東卓は今や完全に国賊。東卓が長安を都すれば戦いは長引く。今こそ一気に追撃して決着を。黙りなさい。命令は総大将のこの足が決める。戦には時がある。その時を逃して勝利はない。わしに不服か。 もはや共に語る人ではない。やむを得ん。私の手勢だけで追撃する。若さにおごって何ということ。討伐軍の兵士たちは十分な訓練を受けていたが、曹操の兵は弟曹公と下降順たちが集めた1万ばかりの民兵だった。出陣するぞ。 兄上、今全軍に急速命令が出たばかりです。どういうことです。兵士たちはやっと戦いから解放されて。くどいぞ下降順、直ちに兵を集合させろ。は。整列。これから直ちに東卓軍を追撃する。我々だけの単独の追撃だ。 文句のあるものは今のうちに申し出ろ。どうした？言いたい事があったらはっきり言え。大将よ、恩賞はたっぷり出るんだろうな。なんだと？貴様手柄も立てないうちに恩賞を背びるのか。急速なしの単独行動なんだから特別手当ぐらいは。何？貴様何者だ？下降順様の部下天意。 どの兵隊も馬的身なんだからゆっくり進んでもらいたいもんだな。こいつ文句があるなら勝手にしろ。はい、そうします。<笑>遅れた者は捨てていく。続け。<笑>落ち着け張飛。これが落ち着いていられるか。 曹操軍だけに追撃させていいのか。止水艦や黒羽艦であんなに手柄立てたって兄者には何の恩賞沙汰もねえんだぞ。そんならこっちが勝手に東卓の首を上げてよう天下に見せてやろうじゃねえか。黙らんか張飛。<笑>俺悔しくって。玄徳殿、 東卓軍追撃と承っておりますが。うん、我らにお主たち豪傑が加わってくれるなら何とも力強いことだ。東卓の首などたちまちに落とせる。曹操殿、私は高孫山将軍の指揮下にある者。勝手な行動は討伐軍の統率を乱すことになります。何を言われる。討伐軍の統率などとっくに乱れておるわ。総大将の炎章 取るに足らぬ男と見た。では先を急ぐが心得あるならば追ってこられるがいい。さあ、ほら行っちゃった。張飛、東卓軍にも構えはあるはず。しかも相手は呂布、下手に出ては命取りだ。兄者、呂布を恐れているのか。俺がやってあるぜ。恐れなどせん。東卓は味方と住民という人質を取っている。 どんな暴虐に出るかもしれんのだぞ。だって曹操殿が気になります。焦っているだけに。うん、今は武運を祈るしかないが。
迫り来る討伐軍の影に怯える董卓軍は必死で長安への道を急いでいた。どうした病気か。よし、楽にしてやるぞ。さっさと歩け。歩かぬ奴は刺し殺すぞ。出発だ。大将、ここで野営した方がいいんじゃねえかい。何を言うか。ぐずぐずしていると董卓は長安へ入ってしまうぞ。董卓軍だって夜は野営してるさ。大将だって走りっぱなしで疲れてるんじゃないのかい。黙れ。一日走ったくらいで疲れる俺ではない。仕方ないな。ま、夜道はゆっくり行くんだな。何、こいついちいち指図する気か。兄上、落ち着いてください。夜道は危険です。我らもゆっくり進むことに賛成です。勝手にしろ。腰抜けどもめ、先に行くぞ。行くぞ。長安へ向かっていた董卓軍は慶陽城へと達していた。引き連れられてきた住民たちは城外にもあふれ出ていた。そこへもたらされた曹操軍追撃の砲は睡眠中の董卓を狼狽させた。その兵力はおよそ1万。明け方にはこの慶陽城へ達するでしょう。曹操め、追っ手の先陣にまでなるとは。李寿、どうしたものか。ご心配には及びませぬ。この城の背後は険しい山。曹操軍を蹴散らしてみせましょう。何、策があるというのか。はい。兄上、妙に静かですね。うん、まさか追撃されているとは思っていないのだ。一気に攻撃をかけよう。大将、攻撃は朝になってからの方がいいと思うな。こいつまた出てきたな。暗い中じゃいざという時逃げられない。下がれ、腰抜け。静かすぎる。あの大軍はどこに。罠か。お前たちまでおじけづいたか。俺に従う者だけ続け。突っ込め。突撃。気に流行った曹操に率いられ追撃軍は怒涛のごとく慶陽城へ突入した。だが城内にはわずかな守備兵が残っているだけだ。曹操はさらに追撃を命じた。あっ、せろ。待っていたぞ曹操。覚悟。両夫か。どこだ董卓は。今頃は山を下っておるわ。何、曹操、もはや逃げられんぞ。後方にも敵が。図られたぞ兄上。曹操、野望の夢が覚めたか。上昇の恩を忘れ命まで狙った逆賊、今こそ天罰を受けよう。作詞李寿、その首まず打ってやるぞ。兄上、ここは我らに任せて。早く逃げろというのか。将軍の体は将軍一人のものではありませぬ。ここはひとまずお任せください。早く兄上。そうか、お前の言葉に従おう。曹操を逃がすな。
追え！無事か、それとも俺は同志を失ったのか、何もかも失ったのか。紛れもなく敵の大将、曹操だぞ。大手柄だ。お、待てい、下郎ども。おお、クラートルも逃がすな。バカなやつ、溺れ死ぬだけよ。兄上、しっかりしてください。もう少しです。逃げたぞ、引っ捕らえろ。兄上。兄上。そうか、もはやこれまで。戦いましょう、最後まで。敵から逃げた俺だ。部下たちが俺を見捨てたとしても、それは当然だろう。今天は俺を見放したのだ。倉庫、覚悟するのだ。兄上は天下になくてはならぬ人。生きてください。天下のため、一族のため。兄上。来たか。よかった、生きていてよかった。お前も無事だったのか。我らが500騎ばかり敵陣を突破し、大将を探し回っておりました。俺はお前がとっくに逃亡したと。道卓軍追撃の大事を控え、大将には苛立ちが見えました。こうに焦り、深追いしては危険と思い、わざと怒らせ進軍を遅らせました。差し出がましい口を聞き、お許しください。許せ、俺が間違っていた。今後も頼むぞ。はい、一度我が大将と決めたお方、死んでも離れませぬ。敵兵どもは片付けました、ご安心を。そうか、俺は生きていてよかった。はい、兄上さえご無事なら我が軍はよみがえります。董卓よ、俺は今負けて初めて知った、敗れて初めて悟りうるものがあることを。天よ、我に百難を与えよ。俺は乱世の勧誘、必ず天下に立ってみせるぞ。
曹操軍壊滅の知らせは早くも洛陽の討伐軍へ達していた。諸侯たちは董卓打倒がいかに困難かを知った。討伐軍解散はもはや時間の問題であった。兄者、曹操殿はここへ戻られるでしょうか。戻ることはあるまい。董卓軍追撃の時にすでに覚悟は決まっていたはずだ。曹操は敗北、ここの大将たちは逃げ自宅か。どうなるんだい、この先。曹操殿は再び立つ。あの男なら必ず天下へ打って出る。兄者、敵に回せば強敵。うん。董卓と曹操の大いなる野望は激流となって天下を揺るがせた。二人の英雄の対決の時は刻一刻と近づいていた。